写真拡大。西武 6-5 ロッテ15日メットライフ。西武の熊谷誠仁外野手が15日のロッテ戦メットライフで8回に代走で出場すると、一死満塁から源太の右安打の間に二塁から一気に生還し、同点のホームを踏んだ。伏兵の好走塁でチームは試合を振り出しに戻し、延長11回にサヨナラ勝利を収めた。三塁を回り本塁に突入しようとしたところで、捕手田村の身体が一塁側に流れながら捕球しようとしているのが目に入った。通常のスライディングで本塁を狙うつもりを、とっさにヘッドスライディングに切り替えた。田村が懸命に伸ばしたグラブよりも、わずかに熊谷の手が先に本塁に触れていた。ロッテ井口監督はリクエストを要求したが、行けると分かっていた。自信があったという熊谷。リクエストでも結果は覆らず、熊谷の本塁生還が認められ、これが貴重な同点となった。8回に代走で出場し、9回は左翼の守備についた熊谷。延長10回からは一塁に回り、守備機会も軽快にこなした。今シーズンのスタメン出場はわずか2試合。おなじみとなっている試合前の訓示だけではなく、ベンチでは最前線で声を張り上げ、出場している選手の状況を自らに置き換えて、プレーのたびに自分だったらどうしたかと思案を巡らせた。レギュラーの選手が夏場も戦ってくれて、今この位置にいる。自分はお荷物にはなりたくない。強い決心がプレーに乗り移った。チームが2位になった2017年には初めて1軍での出場なくシーズンを終えた。春のキャンプを A 班でスタートし、オープン戦まで1軍に帯同していたが、開幕メンバーから外れた。監督室で2軍行きを言い渡され、ロッカーで荷物を整理。前年まで主将を務めていた栗山に、明日から2軍でやってきますと挨拶をすると、栗山は真剣な眼差しで、腐るなよと声をかけた。結局そのシーズンは1軍昇格を果たすことはできなかったが、いつ呼ばれてもいいようにと若手選手たちと共に練習に励んできた。この日も負けられない重責の中で、その準備が生きた。試合後、ロッカーで栗山から、ほんま、よかったな、とその働きを称えられると、涙が溢れそうになった。4時間半の死闘を終え、本当の超総力戦で勝てたので、気を引き締めてやっていきたいと話した熊谷。勝利に貢献した実感が、火照った方に滲んでいた。安藤かなみ。かなみや。